面白かったよね。面白かったです。なんかこういう感じのやったことないんで、なんか、うん、恥ずかしいけどちょっと楽しかったね。私はすごく間違えてたので振り付けを本当にサージルさんにご迷惑をかけして全然大丈夫ちょっともうすごいドキドキしてました。失礼しました。インスタグラムやってるんですけど、自分のプライベートを載せるのがちょっと苦手なんで、なんか動画ばっかり見て楽しんでますけど、でも面白いなって思ったのが、写真として切り取ったように動画なんだけど、みんなこう一瞬止まってるポーズをマネキンっぽくやって、それを動画で撮るみたいなのがあって、あ、これ面白いなみたいな、一回やってみたいなと思いましたけどね。やりますか、そういうちょっと踊ってみる動画。いや、できるかな。苦手っていうことが今回も本当に分かっちゃったね。全然可愛かった。NG 集含めて少しずつ。いい私は体を鍛えたり動かしたりすることが好きだったのが仕事につながって、なんか雑誌とかでボディ企画をいただいたりっていうことがあったので、なんか楽しく極めることって大切なんだなって思いました。なんか見たことある。なんか家でやるトレーニングみたいな腹筋の仕方みたいなの、おおみたいな、私読んだことあるんですドライブとかキャンプとか、そうアウトドアがすごい好きなんで、そういうのが仕事でできたらいいけど、なんかありますか、そんな仕事。テントとかめっちゃ張れるんです。そうなんですか。あったらぜひお願いします。